ブラジルでこのようなブラジル漫画アワーズっていうのがあるのを知ったんですけど、こういう漫画賞があるっていうのはものすごく素晴らしいことだなと思いましたし、去年も180名の方が参加されたということで、中をちょっと拝見したんですけど、なんかすごく水準が高くして、面白そうな漫画がたくさん載ってて、漫画っていうテクニックで表現をしていこうと思われるそのブラジルの方たちがたくさんいるっていうのがすごくいいなと思いますし、たくさんそういう方が増えたらいいなと思いますので、漫画をちょっとでも描いてみようと思う方はね、ぜひともこの漫画賞に参加してみたらいいんじゃないでしょうか。楽しみにしてます。そして日本でも一緒に仕事ができる日が来るように。ブラジル漫画アワードという、新人賞がブラジルにもあるというのを、知りまして、ちょっとびっくりしております。これ僕も、日本の「チャンピオン」という漫画雑誌の新人賞を取って、それで漫画家になって、その頃はですね、もう絵が下手だ、デッサンは狂ってる、散々言われましたけれども、それから30年近く、30年以上ですね、漫画をちゃんとやってこれてます。でもそれは、少年チャンピオンの新人賞を下手な絵でもいただいたからなんだと思っています。最初はその絵のうまい下手っていうのは本当はあんまり関係ないんですね。作りたいお話がちゃんと作れるか、それを人に読ませたいと思えるか、描きたいと自分が思えるか、そういうことが大事だと思います。新人賞に応募する皆さんたちも、全然その自分の絵の下手さとか、あるいは俺はうまいんだぞと思ってる人もいるかもしれませんけれども、そういうことはあんまり関係なく、自分が作りたいお話を自分が描きたい絵で、描いてください。そして漫画家になってください。僕もそうやって漫画家になりました。応援してます。